恩師様、私三名探と申します。以後よろしくお願いします。互いに切磋琢磨してさらなる進歩を目指しましょう。相まみえる時がたく、分かるるもまたがたし。恩師様、どうぞお座りください。冷やされてだいぶ爽やかな気分になりました。恩師様はいかがですか？真夏の炎熱は少々耐えがたいでしょう。これぞ伝統の趣ですね。ちょっと熱中症になったかもしれません。涼しい風こそ夏の最も素敵な贈り物。行きましょう。美しい花もいずれは枯れて散るけれど、再び咲く時もあります。木は熟しましたね。なぜでしょう。聖火太鼓を一人で聞くと、どうも何かが欠けてるような気がします。恩師様、巨万の富と安逸な日々、人が一生をかけて追い求めるべきはどちらでしょう。何かご用ですか？それとも一緒に本を読みたいのですか？碁を打つときは心を落ち着かせることが一番大事です。恩師様はいささか焦っているのではありませんか？恩師様、共に聖火太鼓を聞きに行きませんか？汝の手を取りて、汝と共に追い、それもまた良きかな、良きかな。恩師様、朝食ができましたよ。顔を洗うお手伝いでもしましょうか？縁は突然に、そして愛は止めどなく。私と恩師様の縁はどう解釈すればよいのでしょう。梅を摘んできましょうか。この夏の暑さが少しでも和らぐように。